こんにちは、サルカムイです。私も YouTube でよくファッションの紹介とかしてるんですけども、もう時期終わるんで、大流行りだったエクワックス、ちょっと紹介したいと思います。実はサルカムイも持ってました。ちなみに私は、10年以上前からエクワックスシリーズは愛用してました。こんな感じです。ジェネレーション2から、ジェネレーション第一世代から使ってるんですけど、第一世代は、物が毛玉だらけになっちゃうんで、このジェネレーション2って第二世代の黒い色のフリースから使ってます。ちなみに北海道で一番寒い町で車中泊した時に、これを使いました。上はフリースで大きいポケット、ポーラテック300で、下がポーラテック200になります。このロングタイプっていうのは結構弾数が少ないんですね。ショートバージョンばっかりしか売ってなくて、結構貴重ですね。で、腰からかけるよう、肩にかけれるように、こういうバンドがついてますね。で、これに着て、この上からまたさらにナイロン系のジャケットを羽織ったり、私は N3 を着てましたね。で、次にジェネレーション2の。これは、すごいふわふわで、着心地がいいですね。で、なおかつ、このリアルミリタリーじゃなくて、これは、なんで、ふわふわかっていうと、レプリカなんですね、これ。日本のメーカーが、作ったレプリカ。で、リアルな、ミリタリーものより、素材もいいですし、機能もいいものになってます。ただデザインとか、材質に関してはほぼ同じかな。機能を進化させて、着やすくしてるっていう。すごいふわふわでいいんですけど、ちょっと一つだけ難点があって、車で移動するときシートベルトするとすごい毛が抜けて、シートベルトが毛だらけになるんですね。ペット飼ってないのに、ペット飼ってる車見たくなっちゃうんで、気をつけた方がいいと思います。ただ着心地は最高です。こっちは機能性が高いですね。こういう感じで。で、ちなみに、フリースキャップ、こういう感じの、これもセットでかぶってます。この上下着て、この上と下の上下着て、外で歩くっていうことは少ないんですけど、流行りもんということでちょっと紹介してみました。また今度ネタが見つかったら投稿したいと思います。じゃあまたね、バイバイ。